一つ聞いてもいいですか？ええ。銃で撃たれた件、昨日は通り魔的な犯行だったと。あれは事実ではありません。そばに瑞希ちゃんがいたから嘘を。瑞希ちゃんはイリスの友達。瑞希ちゃんの耳に入ったらいずれはイリスにも伝わってしまいます。知られたくなかったんです、イリスには。何を？交際していた彼が犯罪者だったということを。彼はイリスにとっては父親代わりのような存在でした。イリスは本当に彼のことを心から慕っていたんです。その彼に恐ろしい過去があると分かったら、きっとイリスは。今日は祝日ですよ。刑事さんには祝日なんて関係ないのかもしれませんが。あ、刑事さんじゃないんでしたっけ？刑事事件を扱うという意味では同じです。そうか、今日は祝日だったんだな。お前も忘れてたのか。沖浦君に何かあったんですか？そうですか、病院から。でもすみません、ちょっと心当たりは。イリスには小さい頃から苦労をかけました。私がイリスを産んだのは19歳。おまけに片親でしょ。世間の目もそれなりに厳しくて、それでもイリスはめげることなくいつでも私をかばってくれました。保育園の頃、母親たちが集まって私の噂話をしてたことがあったんです。そしたらイリス、その母親たちのところに近づいていって、ママを悪く言うなって。私の方が母親なのに、イリスにはいつも助けてもらってばかりで。私が17歳の頃、事故で亡くなりました。私は一人っ子で兄弟はおらず、親戚は遠く離れたところに住んでいました。一度はその家にお世話になるという話も出たのですが、何しろ高2のことでしたし、あと1年で卒業という時期に転校するのも。そういうわけで私は一人でこの家に住み続けることになったのです。じゃあイリスの育児も？ええ、誰の手も借りずに。ああ、沖浦君がたまに手伝ってくれることはありましたけどね。私とイリスはずっと二人きりで暮らしてきました。旅行に行くのも二人、バーベキューに行くのも二人、動物園に行くのも遊園地に行くのも二人きりでした。ああそうそう、遊園地といえばこんなことが。イリスが5歳の時、
ブルームパークで子供向けのショーがやってたんです。ミルキームーンっていう美少女戦隊もののショーが、あの子小さい頃から歌と踊りが大好きで、音楽を聴くと反射的に体が動き出してしまうという癖みたいなものがあって、あの時もそうでした。ショーの終盤、ミルムーンたちがエンディングテーマに合わせて踊り始めた途端、イリスは舞台の上によじ登り一緒に踊り出してしまったんです。私はイリスを止めようと思い、慌てて舞台に駆け上がりました。イリスの手をぐんぐんと引いて客席まで連れ戻そうとしたのですが、そうこうしている間にノリのいいミルムーンたちに乗せられて、私も一緒に踊らされる羽目になってしまって、終わった後、あの子は満面の笑みを浮かべて言いました。ママのダンス上手だったよって。そういう子なんです、あの子は。路上でライブしてる人を見つけたら飛び入り参加しちゃいますし、ホームで流れる発車メロディ、横断歩道の通りゃんせ、果てはコンビニ入店時の電子音でも踊り出してしまう始末です。そういえばその癖が原因で大怪我したこともありました。ジャングルジムのてっぺんにいた時、近くをゴミの収集車が通りかかったんです。同様のメロディーを流しながら、そしたらあの子、その場に立ち上がって飛び跳ねるようなダンスを。体勢を崩して落ちた時には片足を骨折していました。運悪くその日は日曜日。見てくれる病院を探すのは至難の業でした。私はあの子を背負って街中を駆け巡ることになりました。私もう踊れなくなっちゃうの？踊れなくなっちゃうの？私の背中であの子は大泣き。後にも先にも、あんなに泣いたのは一回だけ。いえ、二回だけしかないかもしれません。6年前、私が銃で撃たれた時です。手術の後、病室にいた私のところにイリスが駆けつけて、ママ死なないで、お願い、死んじゃやだ、死んじゃやだ。その時私誓ったんです。この子は何があっても守り抜くって。イリスは私にとってのすべて、命よりも大切な娘です。だて、感傷に浸っている場合ではない。そろそろおいとますることにしよう。ああ、そうだな。I gotta push the button. Why can't you just automatically take me there, bro? もう激おこぷんぷん丸なんだからね。超絶的な死後だな。なんで怒ってるの？昨日のイクラマンの約束ブッチしたからですよ。
だからイクラマンの約束なんてしてねえから。でもデートの約束ならしたでしょ。ちゃんと家には行った。来ましたね、日付が変わる2分前に。だけどどこにも連れてってくれなくて。2分でどこに連れてけと。行けるとこならたくさんあります。歯舞、シコタン、エトロフ、クナシリ。無理に決まってんだろ。だったらもっと早く来ればよかったじゃないですか。そんなこと言ったって。お前ってタイトルらしいけど。もう頼みますよ、引き受けてくださいって。それはオファーだな。ハイテーブルか。そんな困りますよ、伊達さん。ハイテーブルマンなんて突然言われても。言ってないから。ヒメテングフルーツコウモリか、イエロースポットサイドネックタートルみたいな人。全くイメージできんな。いつも作るのはシーフード系の甘口だよ。それはスリーサイズじゃなくてカレーライスだ。なんでそんなことを。今後いろいろと、いろいろなことがあるかもしれないだろ。どうしようかな。伊達、捜査中だぞ。いいだろ、少しぐらい。伊達、そのぐらいにしておけ。さもないと、お前の左目から飛び出してやるからな。いい加減にしないか。本当に出てってやるぞ。Dude, I'm calling your bluff. He did it. You trash. Ivan, you trash. Why would you do that? I really got it ended? No.Wow. いやいや、つーかこっちが知りたいし。マジでめっちゃ探してんのに全然捕まんねえし。なんかいろんなとっから問い合わせとか来てガチで困ってんだよね。
学校のことだ。ああ、祝日ですからね。それで、今日はレムニスに。これから番組の収録があるんです。さっきお前、デートの件でキレてたが、そもそもできなかったのはお前のせいだろ。昨日はずっと連絡が取れない状態にあったんだからな。なんで携帯の電源を切ってた？それは、その…昨日の午前2時、何者かがお前の家を訪れた。誰が来たんだ？その後、お前はどこかに出かけて行ったな。一体どこに？知りたいですか？ああ。どうしても？どうしてもだ。なら盾さん、私とイクラマンを。しねえから。じゃあデートしてください。またかよ。昨日はしてくれなかったじゃないですか。だからあれはお前と連絡が取れなかったからで。意義あり。連絡が取れても私と会うつもりなんてなかったんでしょ。とにかくデートの約束が完遂されない限り何も教えませんからね。沖浦さんがどうかしたんですか？交通事故。そうですか。ですね。どこに行ったか心当たりは？すみません、全く。テレビで何度か見たことが。あったり話したりしたことは？いえ、ありません。全く面識がないと？あるわけないじゃないですか。イリス、笑わないで聞いてほしいんだが、実はな、俺は昨夜有明にある冷凍倉庫であるものを見たんだ。あるもの？凍りついたお前の死体だ。だから笑うなって言っただろ。だって私ピョンピョンしてますよ。ぴょんぴょん、カエルがぴょん。茶化さないで聞いてくれ、真面目な話なんだ。俺は夢の中で殺されそうになってたお前を助けたんだよ。そしたらお前が生き返ってて、昨夜お前の家に行った時呆然としてたのはだからなんだ。ってお前に話しても仕方ないか。そんなことないですよ。さっきは笑ったりしてすみません。まさかそんな事情があったとは思わなかったので。ん？私は伊達さんを信じます。きっと伊達さんは私が生きてる平行世界にジャンプしたんですよ。やれやれ、またおかしな奴が現れたか。ですか？何が？決まってるじゃないですか。デートのことですよ。
分かったよ。おい、何言ってんだお前。やったー、本当にイクラマンしてくれるんですね。イクラマンはしない。デートはする。じゃあ契約成立ってことで、今度こそ絶対に守ってもらいますからね。ったく。あ、でも残念ながらすぐにってわけにはいかないんですよね。これから収録の予定が入ってて、多分3時ぐらいには終わると思うんですけど。アセトンちゃん、そろそろ始まるみたいよ。わかりました。というわけなので、伊達さん、3時ぐらいにもう一度ここに来てもらえますか。来なかったら本当に本当に本当にめちゃんこぶち切れますからね。それじゃあまた後で、ドロンチョス。さあ、ここにいても仕方がない。我々も移動。レンちゃんのことね。せっかく来てもらって悪いんだけど、実は何の手がかりもなくて。そうか。